新しいママが来たという話していい？いや、スバルついに近畿の力に手を染めてしまったんだよね。これ何をしたかっていうとさ、家事代行を頼んだんだよね。プライドって張ってる場合じゃない、行くぞっつってついにレンタルママしちゃったの。すごい当日緊張してたの。どうしようみたいな。部屋汚ねえし、家の中に人を入れるということが結構不思議な感じだったから、そわそわしてて、当日さ来てくれたんよ。緊張しながら出たら、すっげえ優しそうなおばさんが来てくれたん。これだよこれっていうザ・ママが来てくれたん。ママじゃんってなって最高と思って、前の日とかももうクタクタになって服とか畳まずパーって寝ちゃったのね。そのまま何にも考えず、汚いままでいいですよって言われたから、もうそのまま部屋の中に案内したの。マミーがこう部屋の中を見渡したのね。でそしたらあのママがこうパーって部屋見た時に、あーって思ったのがあって、スバル誕生日プレゼントにグラブルとかツイステとかのタペストリー、もらったタペストリー全部飾ってあるのね。等身大タペストリーが貼ってあるのね。もうスバル部屋に住んでるから壁の模様みたいになっちゃって、スバルにとっては生活の一部なの。ママの目線がそこで一瞬止まったのね。やばいって思ったの。そしたらママが、すごい大きいポスターですね。ザク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 、うわーやめろー、致命傷で済んだ。危ない危ない。もうそれ言われてさ、スバルもさ、へへへ、すいませんって言って、茶を濁すぞーって、アクタンみたいな。アクタン、アクアはね、中笑いと大笑いがあって、スバルと話すときはいつもね、中笑いしかしてくれないんだけど、へへへへへへへって変な汗かいた。でもね、でもすごくて、このママがどんなご飯が好きですかって聞かれて、子供舌だからオムライスとかハンバーグとか野菜いっぱいスープが好きですって言ったら、わかりましたって言って、ちょっと作業してで帰ったら、レストランやんってなる。すごいの。ビーフシチューとかも作ってくれて、スバルさ、実家にいた時もそうなんだけど、料理してる人がいるとなんか嬉しくなっちゃって、料理してる人の周りなんかニコニコしながらぐるぐる歩くっていう習性がある。マジで野豪みたいなんだけど、野豪もニコニコしながら車内歩いてるらしいから、歩き回ってるらしいから、なんかね見ちゃうんだけど、そしたらなんかママが、お腹空いちゃったんじゃないですか、よかったらこれ一口食べますっつって、唐揚げくれたの。ママーってなった。普通に週1で来てもらうことになった。もうだからすごい嬉しい、もうすごい嬉しい。もうだからさ、あーやばい今日も仕事頑張った、あー今からなんかウーバーで頼まなきゃみたいな生活を送ってたんだけど、最近は冷蔵庫開けたらママが作ってくれたグラタンとかが入ってるから、それ自分でへっへっへっつって皿によそってチンしてる。もう超ハッピー、すごいね、嬉しい。今日もね、これ終わったらね、ママ特製のね、あのやつを食べます。